第12章、欧米における近代国民国家の発展。本章では、ナポレオン没落後の19世紀の欧米諸国を対象にする1815年に成立した国際秩序はイギリスとロシアに支えられ、19世紀前半にはヨーロッパで大規模な戦争は起きなかった。しかし、自由主義とナショナリズムを抑えようとするウィーン体制から、自由主義的なイギリスは距離を置き、フランスでも1830年に7月革命が起こった。さらに1848年にはフランス2月革命、ドイツ3月革命など、ヨーロッパの広範な地域で自由主義とナショナリズムの高まりを示す事件が起こり、ウィーン体制は崩壊した。19世紀後半に入り、1870年頃まで、ヨーロッパは好景気を迎えた。この時期、各国では大衆の政治参加が進んだ。他方、クリミア戦争におけるロシアの敗北によって、国際秩序は大きく動揺し、それ以後、イタリアやドイツの統一が軍事力によって実現された。1870年代には、ドイツの宰相ビスマルクが新たな国際体制の構築に努めたが、列強間の利害の対立は深刻であった。この間、アメリカ合衆国は発展を続け、その領土は太平洋岸に達した。しかし、奴隷制をめぐって、南部と北部の対立が激化し、1861年には南北戦争に突入した。統一が回復された後、アメリカでは工業が躍進し、19世紀末にはイギリス・ドイツをしのぐ世界一の工業国となった。文化の面では、19世紀の前半にはロマン主義が盛んであったが、後半になると、市民社会の成熟、科学、技術の急速な発達の影響を受けて、自然主義が広がった。資本主義発展の先頭に立ったイギリスと、それに対抗したドイツでは、社会科学においても、異なる潮流が見られた。産業との関わりが深い科学、技術の領域での進歩も著しく、人々の日常生活もその影響を受けて便利になった。1. ウィーン体制。ウィーン会議。1814年から翌年にかけて、フランス革命、ナポレオン戦争の戦後処理のため、オスマン帝国を除く全ヨーロッパの支配者が参加する国際会議がウィーンで開かれた。会議では、オーストリア外相、後宰相のメッテルニヒが議長として、対立する各国の利害を調整したが、基本的には列強間の合意によって決定された。まず、正統主義により、フランスやスペインで、ブルボン王家が復活した一方、大国間の勢力均衡が図られた。ロシア皇帝がポーランド王を兼ね、プロイセンは東西に領土を広げ、イギリスは旧オランダ領のスリランカ、セイロン島、ケープ植民地の領有を認められた。また、スイスは永世中立国となり、ドイツでは神聖ローマ帝国は復活せず、オーストリア・プロイセン以下、35の君主国と、4自由主からなるドイツ連邦が組織された。ウィーン体制と呼ばれるこの国際秩序は、現状維持を目指すものであった。19世紀の世界では、イギリスが、その経済的繁栄と、圧倒的な海軍力を背景に、強力な影響力を持つことで、比較的平和が保たれていたが、パックス・ブリタニカ、イギリスと並んで、ヨーロッパの国際秩序を支えたのは、大陸軍国ロシアであった。ロシア皇帝アレクサンドル1世が死傷した、神聖同盟には、多数の君主が参加し、またロシアはイギリス、プロイセン、オーストリアと1815年に四国同盟、1818年にフランスも加わり五国同盟となるを結んだ。ウィーン体制の動揺、フランス革命とナポレオン支配の下で目覚めた自由主義とナショナリズム、国民主義はウィーン体制に対する様々な反抗運動を引き起こした。多民族国家であるオーストリアは、保守主義の立場からその抑圧に努めたが、イギリスは1820年頃には、ウィーン体制を離れる姿勢を見せ始めた。
ラテンアメリカではトゥサン・ルベルチュールによる抵抗運動をきっかけとして1804年にフランス領ハイチが独立して黒人共和国となり、1810年代には南米の北部でシモン・ボリバルが、南部でサン・マルティンが独立運動を指導し、メキシコもイダルゴの放棄に始まって独立を達成した。これらの動きは植民地生まれの白人であるクリオール層を主体としたもので、スペインからの独立後に生まれた共和国ではクリオールの大地主の支配が続いた。一方ブラジルは、ポルトガルの王子が帝位について、独立帝国、1889年以後共和国となった。しかし、合衆国大統領モンローが、1823年のモンロー教書で、アメリカ大陸とヨーロッパの相互不干渉を唱え、イギリス外相カニングも、ラテンアメリカ市場の開拓を狙って、諸国の独立を認めたため、メッペルニヒはこれらの独立運動に干渉することができなかった。ヨーロッパでもギリシアが、1821年、オスマン帝国からの独立戦争を起こすと、イギリス、フランス、ロシアはバルカンに対する利害から、これを支援したので、1829年に独立が達成され、30年、ロンドン会議で列国の承認を得た。ロシアでは1825年12月、ニコライ1世の即位に際して、貴族の青年将校が自由主義的改革を求めて、デカブリスト12月動員の乱を起こしたが、直ちに鎮圧された。フランス7月革命とイギリスの諸改革。フランスでは厳しい制限選挙制を取る立憲君主制の下で、シャルル10世が貴族・聖職者を重んじる反動的な政策を行った。王は1830年には国民の不満をそらすため、オスマン帝国支配下のアルジェリアに遠征を行い、議会を未召集のまま解散するなど圧政を敷いた。このため30年7月、パリに革命が起こって、シャルル10世は追放され、自由主義者として知られるオルレアン家のルイ・フィリップが王に迎えられて、7月王政が成立した。この7月革命は各地に広がり、ベルギーはオランダから独立し、翌31年、立憲制の王国となった。ポーランド、ドイツ、イタリアに起こった反乱は鎮圧されたが、西欧諸国はウィーン体制から距離を取り、ウィーン体制の重点は中央に置かれるようになった。他方、自由主義的性格を強めていたイギリスでは、1828年に審査法が廃止され、翌29年にオコンネルらアイルランド人の運動の結果、カトリック教徒解放法が成立し、国教徒以外でも公職に就けるようになった。また、選挙制度が産業革命後の社会の現実に合っていなかったため、選挙法改正を求める運動が激しくなると、ホイップ党内閣は1832年に改革を実現した。第1回選挙法改正。これにより選挙区が再編成され、選挙資格も拡大されて、産業資本家をはじめ、産業革命で豊かになった中流階級が政治的発言力を強めたが、地主階級はその後も長く政治指導力を保持した。より民主的な選挙制度を求める労働者は、30年代後半から男性普通選挙、議員の財産資格廃止など、6か条からなる人民憲章を掲げて、政治運動、チャーティスト運動を起こした。イギリスはこの頃、産業資本家に有利な自由貿易政策も実現したが、その画期とされるのは、コムデン、ブライトらが参加した反穀物法同盟による運動の結果、1846年に穀物法が廃止されたことである。さらに49年には公開法も廃止された。また、1834年には東インド会社の中国貿易独占権の廃止が実施された。社会主義思想の成立、産業革命期のイギリスでは人口が急増し、全体として国の富は増大していたものの、労働者の生活は悲惨であった。
工場主ロバート・オーウェンは、労働者の待遇改善を唱え、労働組合や協同組合の設立に努力し、また失敗に終わったものの、共産社会建設も試みた。イギリスでは1833年、工場法が制定されて、年少者の労働時間が制限されたのをはじめとして、労働条件は次第に改善されていった。フランスでもサン・シモン・フーリエらが労働社会級を保護する新しい社会秩序を樹立しようとした。これらの社会主義者は生産手段を社会の共有にして資本主義の弊害を除き民主的な社会を建設すべきであると説いた。またルイ・ブランは生産の国家統制を主張し、ムルードンは全ての政治的権威を否定する無政府主義を唱えた。ドイツ生まれのマルクスは友人エンゲルスと協力して資本主義体制の没落は歴史の必然であるとする経済学説を展開し、労働社会級の政権獲得と国際的団結による社会主義社会の実現を説いて、今の社会主義運動に大きな影響を与えた。その思想は1848年に発表された共産党宣言に要約されている1848年革命、1840年代の後半にヨーロッパ諸国は凶作と不況に見舞われ、48年には広範な地域で労働者や下層民衆の革命的な動きが見られた。7月革命以後に産業革命が本格化したフランスでは、銀行家など一部の富裕層のみが優遇され、選挙権を持たない中小資本家や労働者の不満が強くなった。1848年2月、選挙法改正の要求が拒否されると、パリで革命が起こった。国王ルイ・フィリップは亡命し、共和制の臨時政府が樹立された。第二共和制、これが2月革命である。臨時政府には社会主義者も加わったが、社会主義政策で土地を失うことも、農民が恐れたため、男性普通選挙制による4月の選挙で社会主義者は大敗し、有産者層を代表する穏健共和派の政府が成立した。これに対してパリの労働者は蜂起したが鎮圧された。同年12月の大統領選挙では、ナポレオン2世の甥にあたるルイ・ナポレオンが当選した。彼は1851年にクーデターを起こして独裁権を握り、翌52年の国民投票で皇帝となってナポレオン3世と称した。第二帝政。2月革命の影響はドイツ、オーストリアに及び、3月革命となった。ウィーンでは1848年3月に大きな送り、メッテルニヒが失脚した。続いて、ベーメン、ハンガリー、イタリアでも民族運動が活発化し、諸国民の春と呼ばれる状況となった。3月、ベルリンでも民衆蜂起が起こり、プロイセン王は憲法を発揮した。また、ドイツの統一と憲法制定のため、ドイツ諸法の自由主義者は、フランクフルト国民議会を開いた。各地のこうした動きは間もなく鎮圧されるが、ウィーン体制は崩壊した。イギリスでも1848年には、チャーティスト運動が最後の高まりを見せた。これらの一連の動き、1848年革命はヨーロッパ全般に及んだ。しかし西欧諸国では自由主義、民主主義政治改革が、東欧地域ではナショナリズムによる民族自立が主要な目標になり、西欧と東欧の相違が顕在化し、以後それぞれ異なる方向に進む分岐点になった。ヨーロッパの再編、東方問題とクリミア戦争。1848年革命の変革を経験したヨーロッパは、19世紀の後半に入ると、好景気を迎え、自由主義が西欧諸国を中心に発展したが、イタリアとドイツの統一というナショナリズムの問題は、軍事力によって解決された。その短所は1850年代に起こったクリミア戦争で、その結果、有力諸国間の平和というナポレオン戦争終結から
約40年間続いた状況は激変した。19世紀の前半以来、オスマン帝国の最下にある諸民族は、自由主義とナショナリズムの風潮の中で、オスマン帝国の衰退に乗じ、独立運動を進めてきた。しかし、ギリシアの場合のように、諸民族の独立運動は、中東に利害関係を持つ有力国の干渉を招く結果となった。こうして生じた国際問題を、西欧の側から東欧問題と呼ぶ。特にロシアは、不凍港の獲得と勢力の伸長を目指して、しきりに南下を企てた。1831年、オスマン帝国の支配下で自治を認められていたエジプトが、領土を要求してオスマン帝国と開戦すると、エジプトトルコ戦争。ロシアはオスマン帝国を支持して、南下を実現しようとしたが、イギリスなどの干渉で成功しなかった。クリミア戦争は、ロシアがオスマン帝国領内のギリシア正教徒の保護を理由に、オスマン帝国に侵入した。1853年に始まったが、翌年、イギリス・フランスがロシアとの戦いに加わったことで、ヨーロッパの有力国同士の戦争となった。クリミア半島の要塞をめぐる激しい攻防の末、ロシアは敗れ、1856年のパリ条約では、ダーダネルス、ボスポラス両海峡の外国軍艦の通行が禁じられ、黒海の中立化が約束されて、ロシアの南下政策はまたも失敗した。これによって、ロシアとイギリスが支えてきたヨーロッパの国際秩序は大きく動揺し、以後70年代初頭まで戦争が頻発し、各国に大きな影響をもたらした。ロシアの改革。ロシアではなお、専制政治と濃度性が強固であったが、クリミア戦争の敗北で改革を迫られることになった。アレクサンドル2世は、1861年に濃度解放令を出し、濃度に人格的自由を認めた。しかし土地は貴族領主から買い戻さなければならず、また農民個人ではなく、農村共同体、ミールに引き渡されることが多かった。さらに、ポーランドの反乱後、1863年、皇帝は再び専制政治を強化した。産業発展が十分でなかったロシアでは、急進的な改革の担い手は、主として都市の知識人階級、インテリゲンツィアであった。彼らの一部は農民を啓蒙して、社会主義的改革を行うことが必要であると考え、ドナロード、人民の中へ、の標語を掲げて農村に入り込んだので、ナロード劇、人民主義者、と呼ばれている。しかし、彼らの運動は行き詰まり、絶望した人々の間には、テロリズム、暴力主義、で、政府を倒そうとする思想が広がり、皇帝アレクサンドル2世や高官が暗殺した。イギリスのビクトリア時代、19世紀の半ば、イギリスはビクトリア女王の下で繁栄の絶頂にあった。1851年には、延べ600万人以上が入場した。ロンドン万国博覧会が開かれ、人々に近代工業力の成果を誇示した。イギリスでは、二大政党が総選挙の結果に基づいて交代して、政権を担当する典型的な議会政党政治が成立し、保守党のディズレーリ、自由党のグラッドストンらによって、重要な改革が次々と実現された。まず、1867年の第2回選挙法改正で、都市労働者の多数が、84年の第3回選挙法改正で、農業労働者などが選挙権を獲得し、民主化が進んだ。また、70年の教育法で、初等教育の公的整備が始まり、71年の労働組合法が、組合の法的地位を認めた。他方、以前からイギリスの圧迫を受け、1801年に正式に併合されて、連合王国に組み込まれたアイルランドでは、住民の多くがカトリックで、イギリス人不在地主に対する、小作人の地位に置かれていたために、生活が苦しかった。40年代半ばに大飢饉、ジャガイモ飢饉を経験したアイルランドからは、
その後わずか数年間で100万人以上の人々が移民としてアメリカに渡った。1880年代以降、グラッドストンが提出したアイルランド自治法案は議会を通過せず、ケルト系民族の国アイルランドをめぐる問題は未解決のまま20世紀を迎えた。フランス第二帝政と第三共和制。フランス第二帝政は農民、資本家、労働者など利害を異にする勢力に支えられたもので、ナポレオン三世は国内産業を育成する一方、国民の人気を維持するためクリミア戦争をはじめ、アロー戦争、イタリア統一戦争、インドシナ出兵などの積極的な対外政策を展開した。彼がメキシコ遠征に失敗し、プロイセン・フランス・ウフツ戦争、ドイツ・フランス戦争ともいうに敗れると、パリで蜂起が起こり、帝政は崩壊した。1870年9月、抗戦を続けたパリの臨時政府は、1871年1月にドイツ軍に降伏したが、社会主義者やパリの民衆は、屈辱的な講和を認めず、3月に革命的自治政府を樹立した。これをパリコミューンといい、労働者などの民衆が中心となって作った世界史上初の自治政府であったが、共和派のディエールを主犯とする政府によって鎮圧された。その後、王党派と共和派の争いが続いたが、75年になって共和国憲法が制定され、第三共和制の基礎が据えられた。1880年には7月14日が国民祝祭日に定められるなど、フランス革命を原点とする国民統合が進められた。イタリアの統一分裂が続いていたイタリアでは、2月革命後、青年イタリアを指導してきたマッツィーニも参加し、ローマ共和国が建設されたが、フランス軍に倒され、またイタリア統一の障害となっていたオーストリアと戦ったサルデーニャ王国も敗北した。まもなくサルデーニャ王位についたヴィットーリオ・エマヌエーレ2世の下で、自由主義者のカブールが首相となって工業化を推進し、ナポレオン3世と秘密同盟を結んで、1859年にオーストリアと開戦した。この戦いに勝ったサルデーニャはロンバルディアを得、翌60年、サボイアとニースをフランスに譲ることで中部イタリアも併合した。さらにこの年、青年イタリア出身のガリバルディが両シチリア王国を占領し、これをサルデーニャ王に譲った。この結果、1861年3月にイタリア王国が成立し、ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世が王位についた。その後、1866年にオーストリア領であったヴェネツィアを併合し、1870年にはローマ教皇領も占領して国家統一が実現したが、工業の発達した北部と貧しい南部の格差はその後も解消されなかった。ドイツの統一、ドイツでも連邦体制の下で政治的分裂が続いたが、1834年にはライン川中流域の工業地域を持つプロイセンを中心に、オーストリアを除く大多数のドイツ諸方からなるドイツ関税同盟が発足した。これにより商工業者が望む経済的統一はほぼ実現した。3月革命時にはフランクフルト国民議会でドイツ統一が目指されたが、大ドイツ主義と小ドイツ主義が対立した。結局小ドイツ主義の憲法がまとめられ、プロイセン王をドイツ皇帝に推したが、王の拒否に遭い失敗に終わった。その後、統一の主導権は自由主義者からプロイセンの政府軍部を支配する保守的なユンカー層に移った。ユンカー出身のビスマルクは1862年にヴィルヘルム1世から首相に任じられると、議会の反対を押し切って軍備を拡張した。鉄血政策。プロイセンはデンマークから奪ったシュレスヴィヒ・ホルシュタイン領州の処分に関して、1866年にオーストリアと戦ってこれを破り、プロイセン・オーストリア・ウォール戦争、ドイツ連邦を解体し、翌年プロイセンを盟主とする
北ドイツ連邦を作り上げた。南ドイツの諸侯もプロイセンと同盟したので、統一は完成に近づいた。フランスのナポレオン3世は、プロイセンの強大化を恐れ、スペイン王位継承問題をきっかけに、1870年7月、プロイセン・フランス戦争を始めたが、9月にはフランス北部のスダン、セダン、デッポ領となり、第二帝政は廃止された。戦争は翌1871年に、フランスにとって厳しい条件で終結した。ドイツ帝国の成立とビスマルク外交を、1871年1月、ヴィルヘルム1世はベルサイユでドイツ皇帝の位につき、ドイツ帝国が成立した。この帝国は連邦制で、プロイセン王がドイツ皇帝を兼ねた。帝国議会は男性普通選挙制で選ばれたが、帝国宰相は皇帝にのみ責任を負い、議会は無力であった。ビスマルクは宰相として約20年間、半ば独裁的な権力を振るった。南ドイツで有力なカトリック教徒を警戒した彼は、文化闘争を開始してカトリック教徒を抑圧した。この間、工業発展とともに増大した。労働者階級の間で専制政治を批判する社会主義運動が勢力を伸ばした。ドイツの社会主義運動は1860年代にラサールの指導で始まり、やがてベーベルらによるマルクス主義の運動も組織された。75年両者は合同して後の社会民主党を成立した。社会主義運動を警戒していたビスマルクは78年に皇帝狙撃事件が起こると、社会主義者鎮圧法を制定して、社会主義政党を弾圧したが、他方では災害保険、疾病保険、養老保険などの社会保険制度を実施して、労働者の統合を試みた。また、保護関税政策で工業化を進めた。ビスマルクは外交では、フランスを孤立させて、ドイツの安全を図るため、クリミア戦争以来崩れていたヨーロッパの列強体制を再構築した。1873年、ドイツ、オーストリア、ロシアは暫定同盟を結んだが、ロシアはバルカンでパンスラブ主義を利用して勢力拡大を図り、オーストリアと対立するようになった。1875年にオスマン帝国支配下のボスニア、エルゼゴビナのギリシア正教徒が反乱を起こすと、ロシアは77年にオスマン帝国と開戦して勝利を得、ロシア・トルコ・ロト戦争、翌78年のサンステファノ条約でブルガリアをその保護下に置き、勢力の拡大に成功した。オーストリア・イギリスがこれに反対すると、ビスマルクはベルリン会議を開き、列国の利害を調整した。その結果、サンステファノ条約は破棄され、新たに結ばれたベルリン条約で、ロシアの勢力は抑えられた。これにより、ドイツの国際的な力が強まる一方、ロシアは一時、南下政策を控え、中央アジア、東アジアへの進出に努めるようになり、1881年には、新三帝同盟が成立した。ビスマルクはまた、フランスによるチュニジアの保護国化に、不満を持つイタリアを誘い、1882年にドイツ、オーストリア、イタリアの三国同盟を結んだ。さらに、オーストリアとロシアの対立が激化して、暫定同盟が87年に消滅すると、同年ドイツ・ロシア間に再保障条約を結び、フランス包囲を図った。ドイツの安全を図る、こうした複雑な同盟網を、ビスマルク体制と呼んでいる。北ヨーロッパ諸国、スウェーデンは北方戦争に敗れて、バルト海の制海権を失い、北ドイツの領土もプロイセンに奪われた。しかし19世紀初めには、憲法が敷かれ、やがて、責任内閣制が確立した。ノルウェーはウィーン会議の結果、スウェーデン領となったが、独自の憲法を持ち、1905年に国民投票により平和的に独立した。デンマークは1864年にシュレスヴィヒ・ホルシュタインを失ったが、以後農業・牧畜を主とする国づくりに努めた。
これら北欧三国はいずれも立憲君主制で、議会の力が強く、政治、経済が安定し、軍事的には大国ではないが、外交面では自主的な平和路線を取り、国内の改革に力を注いだ。国際的諸運動の進展、19世紀には種々の国際的運動も盛んになった。社会主義運動では、1864年に各国の社会主義者がロンドンに集まって、第一インターナショナルが結成され、マルクスがその指導者となったが、バクーニンら無政府主義者との対立や、パリコミューン後の弾圧の激化により、76年に解散した。また、戦争犠牲者救援の目的で、赤十字条約が結ばれ、郵便、電信に関する国際的機関も作られた。さらに、1896年に始まる国際オリンピック大会は、国際親善に貢献した。3、アメリカ合衆国の発展、領土の拡大。アメリカ合衆国では、1800年に、反連邦派のジェファソンが第3代大統領に選ばれ、民主主義がさらに発展した。アメリカは独立も間もなく起こったヨーロッパの戦争に対して、孤立主義に基づく中立を守っていたが、イギリスが海上封鎖で通商を妨害したので、1812年、アメリカ・イギリス戦争、米英戦争が起こった。この戦争でアメリカは、独立国としての意識を強め、経済的にも自立した。その後、第5代大統領モンローは、ラテンアメリカ諸国の独立を支援し、ヨーロッパ諸国がアメリカ大陸を植民の対象とすることに反対し、またアメリカもヨーロッパに干渉しないことを宣言した。調書を発した。これはその後長く、アメリカ外交政策の基本となった。第7代のジャクソン大統領は、西部の出身で、資本家の勢力を抑えて、農民と都市小市民の立場を重視する民主政治を進めた。この頃、反ジャクソン派は、北部を主な基盤とするホイップ党を、またジャクソン派は、南部を主な基盤とする民主党を形成した。その後、ホイップ党は、他の奴隷制、反対の小政党と合併して、共和党となった。アメリカは1803年、フランスからミシシッピ川西のルイジアナ、1800年、スペイン領からフランス領となる、を買収して領土を倍増した後、19年、スペインからフロリダを買収した。さらに40年代になると、明白な天命を唱えて、45年テキサス、46年オレゴンを合わせ、メキシコと戦って48年、カリフォルニアを獲得し、アメリカ・メキシコ戦争。その領土は太平洋岸に達した。領土の拡大は西部地域の開拓を促し、新天地を求める多くの人々が西へ西へと進んでいき、生前運動。西部地域に実力主義の社会を築き、民主政治を発展させた。一方、北アメリカの先住民であるインディアンは白人に圧迫され、ジャクソン大統領時代の強制移住法により、多数のインディアンがミシシッピ川以西の保留地に移された。19世紀後半に西部開拓が大規模に進められるようになると、追い詰められたインディアンは各地で激しく抵抗したが、1890年頃までに白人に抑え込まれた南北戦争、合衆国の西部への発展とともに、南部と北部の対立が激化した。もともと南部地域には黒人奴隷を使用する大農園、プランテーションが発展していたが、18世紀末にホイットニーが綿繰り機を発明すると、綿花栽培地域としてイギリスとの結びつきが強まった。そのため南部は奴隷制の存続と自由貿易、州の自治を強く要求した。これに対し、産業革命が進み、資本主義の発達した北部は、イギリスに対抗するため、保護関税政策と連邦主義を主張し、また人道主義の立場から、奴隷制に反対する人も多かった。北部の自由州と南部の奴隷州とは、西部開拓の結果、新しい州が生まれると、
その州に奴隷制を認めるかどうかで激しく争った。1820年に北緯36度30度以北には奴隷州を作らないと定めたミズーリ協定が結ばれて、この対立は一時収まった。しかし、より北にあるカンザス、ネブラスカの両準州について、自由州となるか奴隷州となるかは、住民の意思で決定するとの法律が、1854年に制定されると、南北の対立は再燃した。これを契機に、奴隷制反対を唱える共和党が結成され、奴隷制をめぐる南北の対立は、決定的になった。1860年、共和党のリンカンが大統領に当選した。彼は連邦の統一維持を優先する穏健な奴隷制拡大反対論者であったが、南部諸州は連邦から分離し、翌61年をはじめアメリカ連合国を作ってジェファソン・デビスを大統領に選び、ここに南北戦争が始まった。北部は人口や経済力では圧倒的に勝っていたが、当初は米指揮下の南軍に苦戦した。しかし、1863年1月、リンカンは南部反乱地域の奴隷解放宣言を出し、内外世論の支持を集めた。そして同年のゲティスバーグの戦いに勝利を得てから、グラント将軍の率いる北軍が優勢となった。65年、南部の首都リッチモンドが陥落して南軍は降伏し、合衆国は再統一された。工業国アメリカの誕生。南北戦争後、荒廃した南部の再建が共和党の主導の下で進められ、10年余りで南部諸州の連邦復帰も完了した。これに先立って、連邦憲法の修正により、奴隷制は正式に廃止され、解放国人に投票権が与えられた。しかし、南部諸州は、1890年頃から、州法その他によって黒人の権利を制限し、また、社会的差別待遇を進めたので、憲法の条項は骨抜きになった。解放された黒人の多くは、シェアクロッパーとして、苦しい生活を送った。他方、南部の没落した旧大農場主、プランターは、白人の小農民や、新興産業資本家らとともに、北部を地盤とする共和党に対して、南部を民主党の堅固な地盤とした。一部の白人は、クルクラックスクラン、KKK などの秘密結社を組織して、非合法手段で黒人への迫害を続けた。一方西部では、まず、1860年前後から、ネバダ、コロラドなどで、金銀の採掘が始まり、ついで、牧畜業が栄えて、牛を東部の市場に供給した。その後農民が、ミシシッピ川以西の大平原地域に進出し、小麦の生産地帯を形成した。西部の発展に伴い、東部と西部を結ぶ通信交通機関も整備され、有線電信の開通に続き、1869年には最初の大陸横断鉄道が完成した。西部開拓の進展によって、1890年代にはフロンティアが消滅した。南北戦争後、石炭、石油、鉄鋼などを基本とする工業が目覚ましく躍進し、天然資源に恵まれたアメリカ合衆国は、19世紀末にはイギリス・ドイツをしのぐ世界一の工業国となった。これに伴って独占企業が成長し、労働運動や農民運動も高まりを見せた。移民はこの工業発展を支える上で重要な役割を担ったが、東欧、南欧系の新移民やアジア系移民の多くは低賃金の未熟練労働者で、後の移民制限問題の発端となる社会問題も起こった。対外的にはカリフォルニア獲得以後、太平洋への関心も高まり、1854年ペリー提督により日米和親条約が結ばれた。日本の開国、また南北戦争中、ナポレオン3世はメキシコの内乱に干渉してきたが、戦後アメリカはフランスに抗議を続け、干渉は失敗に終わった。またアメリカは1867年、ロシアからアラスカを買収した。
19世紀欧米の文化、ロマン主義と資源主義。フランス革命とその後の政治社会の激動は、自由への願望と民族の自覚を呼び起こし、19世紀前半には各国に国民文学が誕生した。ドイツではゲーテやシラーが完成した古典主義を受けて、個人の感情や想像力を重んじ、歴史や民族文化の伝統を尊ぶ。ロマン主義が盛んになり、その代表的詩人、ハイネは革命詩人と呼ばれた。ロマン主義はイギリスにも成立し、詩人のバイロンは自らギリシアの独立戦争に参加した。絵画では、フランス革命、ナポレオン時代に、ダビドが古典主義の傑作を残し、アングルがそれを引き継いだが、やがてドラクロバラの情熱的、幻想的なロマン主義の画風に変わっていった。また音楽では、18世紀末から19世紀初めにかけて、ハイドン、モーツァルト、ベートーベンらが出て、古典派音楽が完成され、ついで、シューベルト、シューマン、ショパン、ワグナーなどのロマン主義音楽が起こった。19世紀後半になると、市民社会の成熟、科学、技術の急速な発達が、文学にも影響し、ロマン主義に代わって、人間や社会の現実をありのままに描写しようとする写実主義。それをさらに進めて人間を科学的に観察し、社会の矛盾を描写する自然主義の主張が広がった。写実主義は19世紀前半のフランスの社会風俗を描いたスタンダールとバルザックが先駆けで、ムロベールが確立した。その流れはイギリス、ドイツ、ロシアにも及び、ドストエフスキーとトルストイが特に名高く、世紀後半にはゾラやモーパッサンの自然主義へと発展して、やはり各国に影響を与えた。また、ノルウェーのイプセンは、劇作家として多くの作品を残し、近代演劇の父と呼ばれる、写実主義、自然主義の流れは、絵画にも見られ、フランスには、農民生活を主題とした、風景画で知られるミレーや、ドーミエ、クールベラが出た。19世紀の末に近づくと、マネ、モネ、ルノワールらの印象派が生まれ、外光による色の変化を重視して、明るい絵を描いた。また、セザンヌ、ゴーガン、オランダのゴッホらは、これを発展させて独自の画風を開き、20世紀の絵画に影響を与えた。また彫刻では、フランスのロダンが、写実主義から出発して、人間の内面を表現し、近代彫刻を確立した哲学と人文社会科学、カントに始まるドイツ観念論哲学を完成したのは、弁証法哲学を唱えるエーゲルであった。エーゲル学派のフォイエルバッハの唱えた唯物論はマルクスに受け継がれ、デンマークのキエルケゴールは実存哲学の先駆けとなった。一方、資本主義発展の先頭に立ったイギリスでは、18世紀末に出たベンサムが、最大多数の最大幸福を主張して、功利主義を解き、民主主義を支える論理を提供した。フランスでは19世紀前半、コントが実証主義を唱え、現実世界の経験のみに知識の源泉を求めて、社会学の創始者となった。この現実主義的傾向は、イギリスのジョン・スチュワート・ミル、ハーバート・スペンサーらの、功利主義、経験論哲学にも影響を与えた。また、イギリスのアダム・スミスの流れを組む、マルサス・リカードらの古典派経済学は、経済の一般法則を研究し、自由放任主義を主張した。また、ロマン主義とナショナリズムの影響で、歴史学は19世紀に空前の隆盛を迎えた。ことに、ナポレオン時代に民族意識が高まったドイツは、歴史研究の中心となり、ランケラが資料の厳密な検討によって正確な史実を究明する近代史学を基礎づけた。これを受けて他の国々でも歴史の研究が盛んになった。音楽でも18世紀の自然法が法の普遍性を重んじたのに対し、法は各民族に固有のものだとする歴史法学がドイツのシャビニーによって唱えられ、経済学でもドイツに歴史学派が生まれた。この派の先駆者、リストは、古典派経済学と異なり、
遅れた発展段階にある国民経済は国家の保護を必要とすると説いて、ドイツ関税同盟の結成に努力した。またマルクスは私的唯物論に基づいて資本主義の研究を深め、資本論第1巻は1867年巻で、マルクス経済学を樹立した。科学、技術と市民生活、自然科学の諸部門は18世紀までにほぼ基礎が出来上がっていたが、産業革命による工業の飛躍的発達に伴い、物理学、科学などは19世紀の半ば頃から目覚ましい進歩を遂げた。専門研究、教育の場としての大学の整備もこれに貢献した。また生物学ではダーウィンが1859年に種の起源で進化論を提唱すると、聖書の語句をそのまま歴史的事実と捉える従来の人間観は大きな衝撃を受け、人文社会諸科学にまで及ぶ激しい論争が巻き起こった。さらに電気や石油の利用など生産に直結した新しい技術の開発は産業界を大きく変化させた。こうした科学技術の発達は便利で快適な都市生活を可能にした。パリは第二帝政期にオスマンにより改造され、同じ頃ロンドンで地下鉄が開通するなど近代都市が誕生した。都市には図書館などの文化施設も作られ、やがて映画も楽しめるようになった。成長した新聞は政治の動向にも大きな影響を与えるに至った。地理上の探検、19世紀には欧米人による世界各地の探検も進んだ。オーストラリアはすでに17世紀中頃にオランダ人タスマンによってヨーロッパに知られていた。その後18世紀後半、イギリスのクックの太平洋探検で、さらにニューギニアやニュージーランド、ハワイについての知識も得られたが、地球上には欧米人にとって未知の地域がまだ多く残されていた。19世紀の半ばから後半にかけて、リビングストンとスタンリーはアフリカ内陸部の探検を行い、同世紀末からは中国の奥地や中央アジアの学術調査も始まった。この時期には世界各地の社会に関する情報が得られるようになり、後の文化人類学につながる業績も発表された。しかし、当時の欧米人には欧米のみを文明社会とみなす傾向が強く、人類を皮膚の色などの外的な特徴から分類しようとした人種や歴史的文化的に形成される集団である民族などについての情報や研究には他者を劣等視する見方が含まれがちであった。なお、極地探検が成功したのは20世紀初頭で、1909年アメリカのピアリは北極点に達し、南極点には1911年ノルウェーのアムンゼンが、翌12年イギリスのスコットが到達した。